日本全国を、まあ、ドライブして、はい、ご当地の美味しいものを食べたりとか、はい、まあ、なんか観光地巡ったりしつつ、はい、パチンコ打ちますと、私のおすすめスポットをご紹介させていただこうかなと。よろしくです。エアバイブだったビクーってなっちゃったはい、即連ちゃん、
この調子でマギカラッシュ連チャンさせたいね。ソウルジェム青だとまだ不安なんで、もう一声してくんないかな。わあ、よし、赤になった。だよー。あー、金ピカです。オッケー。図柄昇格はしない。4連チャンで4ラウンド。持ち玉もかなり少なくなってきました。もう本当にわずかです。できればつなぎたいんですが、果たして次の当たりまで球が持つかどうか。あら、これこの白いのいい人ですよね。あ、タコメーターになった。まだまだ持ち玉いない。さあタコメーター、よしよし、まだまだまだ、アップアップアップ。いやー、緑じゃ弱いよ。もうワンモアチャンス。よしよし、あ、ちょっとちょっと、いい感じに上がってきました。タコメーターの色だけちょっと心配ですね。ひじさんの状態、これ2号だな。お、でもやる気です。さあ8女やっつけろ。ちょっと字幕が赤になっているのでチャンスアップはしてるはず。ちょっとちょっと、誰か、1号も来てくれました。ダブルライダーリーチ、これ、おお、ここでフルスロットルアタック。さあ全力でアクセル決めたいと思います。持っていけ持っていけ持っていけ。リミットバトルじゃない。まあでも最後の最後にすごくいい演出は見れています。あー、いたな、こんなの。字幕はでも白ですね。86回転当たっても全然おかしくないですよ。さあここで、うわー、カットイン弱い。なんとかなんないですかね。いける気がします。あー、甘かった。ここで当てられるのがやっぱり引きが強い人。あー、残念です。186回転、結構いいリーチ来たなと思ったんですけど、残念ながら外れ。そんなに甘くはなかったですね。はい、ここで追加投資入ります。箱を作りたいんですよね。箱を後ろに置くことができたらちょっとスペックを上げていきたいなと考えてるんですけど、さっきせっかく入ったのに、入ったっていうか、まあ引けたというか。でも
まあ、爆発力は秘めてると思うのでもうちょっと狙っていきたいと思います。わお、やばいな。ここに青が控えてんだけどね。転売してほしいな。わーやばい。電サポ6回転目。残念ながら主人公いません。はい、京子ちゃん頑張って。電柱保留が残り4つ、合計10回転のチャンスがあるんですけど、復活パターンがあるんだよね。あ4連ちゃんなんですけど、そのうち2回4ラウンドの出玉だったんで、まあ、4連チャンした割には出玉がまあそれほどでもなかったかなって感じですね。まあでも現時点で定まがなんとかプラスにはなりました。はい、よし、舞ちゃんの様子見に行ってみますか。かな。お疲れ様です。お疲れ様です。いかがでしょう。この台すごかったんです。朝一、うん、私9回転で当てて、で総投資1000円、はい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 、で単発、うん、でも5ラウンド分の手玉で、うん、また当たりを取って、うん、はいはいはい、なんと右打ち中に引き戻したんですよ、うん、はい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 、で3連チャン、うん、で今こんな感じで全部飲まれて追加投資してるところです。じゃあ割とついさっき持ち玉全部なくなって追加投資したという感じ。そうなんです。なるほど。まあ奥海4の桜、あ緑ホル魔法少女マドカマギカに移動して、はい、初当たり2回、あ、はい、すごいです。でもサダマが今ちょいプラって感じです。いやいやいや、プラスだったらいいじゃないですか。私もうこいつで、こいつで、こいつで、じゃあこいつで来たら、あ、赤風船変身するってよ。1個ってよかったんじゃないかな。どうだっただろう。ライダー変身リーチは来ますよね。なんか結構そのライダー変身リーチの信頼度が Qmax とちょっと変わってるみたいで、うん、こうライダー1号、2号、V3、ライダーマンってくるとちょっとチャンスアップみたいな。前はあんまり嬉しくなかった人たちが、よし、これでギジーさんですよね。はい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 、え、チャーミンさん来てくれた瞬間に当たったらすごい嬉しい。風船全部割れればよかったのにね。そうですよね、一個残っちゃうんですよね。ほい、ダメだ。アマゾン、アマゾン、アマゾンだよ。あーダメだ、今までで一番悪い。なんかこのライダー変身リーチで星の数が3つ以上あればダブルライダーリーチに発展の可能性もあったんですけど、ちょっともう厳しいですね。字幕も白ですし、あーもうダメだ、完全に飛ばされちゃった。あ、こんな、こんなあっさり、あっさりなんです。あれでもアマゾンビューン飛んじゃうともうダメ。あらららららら、
ちょっと腹ごしらえします。あ、します。いいですか、そんな早く。いや、全然全然。行きましょう、行きましょう。でもアウトレット の, あのディーゼルのすっごい履きやすいジーンズあるじゃないですか。あ、あのジョグジーンズ、うん、あれはアウトレットに落ちてこないんですよ。あれ普通に買うとめちゃくちゃ高いじゃないですか。なんかイントネーション変だよね。アウトレットって言ってない、さっきから。ちょっと待ってください。え、アウトレット、アウトレットだよね。アウトレット、アウトレット、アウトレットでしょ、多分。わかんないけど。だからね、ちょっと気になってたんだけど、なんか舞ちゃん毎回アウトレットって言ってるから、なんだって言って、アウトレットだよね。その発音はエルドレットと一緒だよ。なんですかそれ。野球選手。アウトレットじゃない。はい、美味しくお昼ご飯をいただきまして、ポンポンです。気持ちもだいぶリフレッシュしたんじゃないでしょうか。はい、大変満足です。大変満足ですか。すごいパチンコも楽しかったし、はい、ご飯も美味しかったし、はい、もうあとは帰るだけみたいな。え、まだ実践終了じゃないからね。あ、違ったんですね。今もう終了コメントみたいになってたけど、勝ってるうちにやめてもいいかななんて思ってましたけど。あー、お荷物。いやなるほど。そんな、まあ、遠回し的にあまり売ってんのにっていうあれですよね。すいません。いや、なんか初アタック回数はなんか結果ここまで一緒なんだっていうね。はい、はい、そうでも舞ちゃんはここからじゃないですか、きっと。いや、いつもの舞ちゃんで行くんであれば、うん、最初ボンって当たるじゃないですか、うん、別にアマデジミドル問わず、うん、もう超尻すぼむんですよ。あら、そうなの。そうなんですよ。いつもの私だったらもう尻すぼみ舞。尻すぼみ舞。尻すぼみの舞。じゃあ、私昨日教えてもらった、はい、MCZ すればいいんじゃないですか。MCZ お忘れですか。あ、それ言っちゃいますか。あ、あります。探してみますね。 MCZ 探してみます。 MCZ 探しに行きます。なんで笑ってるんですか。いやちょっと待ってください。それ失礼ですよ。いや、別に、はい、押し付ける気はないんですけど、はいはいはい、私にとっては、うん、チャンスな台なんですよ。だから219から例えば319の台だったら319までの台、はいはいはい、が落ちてたら、あ、チャンス台って、うん、お、ラッキーぐらいな感じ。あ、チャンス台拾いちゃった。あ、これもうすぐ当たっちゃうんじゃないのかしらってことだよね。そうですよ。来た、これ。じゃあ MCZ を発動させちゃいますか。いっちゃいますか。じゃあもうここでね、ぐるっと変えるのももちろんありだと思います。わかりました。ちょっと台をいろいろ見て回りたいと思います。はい、多分チャーミーさんとは見ずところが違うんですけど、私データナンバー。わかりました。はい、じゃあこの後のまいちゃんの立ち回りにも要注目でございます。はい、引き続き実践頑張ります。頑張ります。引き続き魔法少女まどかマギカ、マギカラッシュ目指して頑張りたいと思います。あら、チャーミーさん、また片っぽで、あ、ほんとだ。今から MCZ の台探しに行ってきます。うん、おー、行ってらっしゃい。行ってきます。見つかるといいね。なんでちょっと含み笑いしてるんですか。あれ、なんか顔に出ちゃったかな。ね、なんですか、失礼な。いや、MCZ の台見つかるといいねと思って。ガンバ。うわうわ別にバトルしてるわけじゃないのに、見つけてみせますよ。最終的に出玉ゼロ玉でしたっていうのは寂しいよね。私なんだかんだで行きも帰りも車運転しっぱなしでさ、ちょっとぐらいやっぱご褒美欲しいもんね。まあ、そのご褒美を自らの手で勝ち取れっていう話になってくるんですけど、まあ、ここまでは順調かな。で、初当たりあともう1回か2回引いて、まあ、マギカラッシュに突入させて2桁連チャン、それが理想形です。あ、プヨリン2台空いてる。どうす
しよう。チャーミーさん聞いてみようかな。一緒にチャーミーさんが打ってくれるなら打とうかな。ちょっと和気あいあいと打ちたいんですけど、ちょっとご意見伺います。チャーミーさん、ぷよぷよが2台空いてるんですけど、あ、本当？一緒に打ちません？せっかくだから並び打ちしようか。いいですか？でも私本当に全然知らないんですよ。いいよいいよ、私ほら2箱持ち玉あるから。ガビーンいいですか？せっかくだからさ。でもすごいいい台だったらこっち打ってください。あのまあ展開次第でこの台に戻ってくるかもしれないけど、とりあえず打ってみる。いいですか、うん、ありがとうございます。私全然わかんないです。好きな方選んでください。え、MCZ 的にはどっちなの？ MCZ 的にはこっちが MCZ ですね。159回転なんでじゃあまいちゃん MCZ で狙ってみたらいいですかなんでだから笑ってるんですかあ、ごめんなさいごめんなさいまあでもこういうライトミドル系ってちょっと計算が難しいんですよ、うん、え、そうなの？319の確率分布だと100回転引いた回転数からってなるんですけど、これ元々が159なんで、そういう場合は半分にしちゃうんです。半分？わかりやすく160ってして80回転から160回転までが MCZ になるんですね。あ、そうみたいな聞こえてますよ、心の声がなるほどね。わけわかんないわって思ってますよ。なんで急にその方程式変わるんだろうと思って。あ、確率がだってこれで100回転引いちゃうと、もう59回転から159までもうほぼチャンスゾーンじゃないですか。一応自分に厳しく頑張ろうなんか辛くなるまあなんか車の中で言ってたぷよぷよ、ようやく2台並びで座れましたね。楽しみです。でも本当の本当に初打ちなんで、まあこの収録日的には、はい、寝台導入2日目なんで、2日目ですね。まあ、2人とも初見打ちですけど、はい、すいません、まあ、楽しんで実践していきましょうか。はい、はい、お願いします、はい。まあ、私の場合141回転なのでもうこれ MCZ 台です。はい、あ、ぷよぷよの音だ。これさ、早速点滅保留ってことだよね。まあこの点滅保留がどれほどの熱さなのか全然分かってないですけど、あ、まだついてんのか。点滅保留は空気でした。ってことはこれ保留の色変化があるってことかな。試射購入して160回転までだから、次の保留、この保留じゃなくて次の保留でマイチャンスゾーンは終了です。はい、この回転が終わったらマイチャンスゾーン、私の中でのチャンスゾーンは終わってしまいます。何か動きがあると嬉しいんですけれど、残念。 MCZ 終了。わあ、ありがとうございます。合ってた、合ってた、合ってます、合ってます、バッチリ。しかもちゃんと試射購入した160回転で言ってくださってありがとうございます。160計算してました、ありがとうございます。ちょっと困らないでくださいよ。正解がよくわからないからまあなんかよくわかんないけど、はい、MCZ って狙ったけど、はい、まあ、特に当たりも引けずっていうことだよね。まあちょっとこう残念な感じ出てるじゃないですか、うん、安心してください。お、安心する要素があるんですね。ありますよ。チャンスゾーン終わった後でも、はい、私の中で神当たりゾーンっていうのがあるんです。チャミさん大丈夫ですか？え、な、何それ。なんか言うじゃないですか、こうはみ出したなんかはみじりとか、なんか分かんないけど、うまい例えが見つからないですけど、はみパンとかなんか分かんない、そういう、はい、ここまでですよってなったところからはみ出ちゃったあたりのことです。もういいから早く打ちましょう。もう全然分かんなかったわ。そうですか、すごい分かりやすく言ったつもり。楽しむ。あー、いや、まあ、
オカルトね、いやオカルト、オカルトっていうよりはなんか運勢の良し悪しに重きを置いてるんで、まあなんか俗に言うバイオリズムだ、バイオリズムがいい時悪い時っていうのは、まあ、打ち手側、そう、台に波とか別にないと思ってて、打ち手側の問題なのね。そういう話はよくする。まあ、なんかやれる日やれない日ってあると思うんだよね。まあ、ちょっと目覚まし占いは、まあ、乙女座最下位だったんですけど、まあ、でもパチンコ打ってみたら魔法少女マドカマギカで割とお手軽に初当たり2回引けたんで、まあ、そういう意味では今日はやれる日なのかもしれないですね。もう今日はやれる日って思った時は積極的に攻めに行きます。